日本ハム郡司裕也、勝てないと意味ない。8日、出場8試合連続安打を記録した郡司裕也選手。この日、先制タイムリーを放つも、日本ハムは3対1でソフトバンクに敗れた。2点を追う9回2アウトでは、サードゴロに倒れ最後の打者となり、勝てないと意味ないです、勝ちにつながるような1本を打てればと。次戦を見据えた？これにネット上では、中日ではあまり試合に使ってもらえなかったし、本職の捕手では試合に出続けることは難しいと判断したからこそ、サードへのコンバートを自ら希望したわけで、そうした貪欲さやハングリー精神は素晴らしい。結果を出さなきゃ使ってもらえないという危機感があるから、ここぞの場面での集中力が高まり、それが勝負強さにもつながっているんだろう。見ていて本当に応援したくなる選手だよ。おそらく新庄監督は、この郡司選手の姿勢や貪欲さを、同じサードを争う野村選手や清宮選手にも身につけてほしいと思ってるだろうね。口だけじゃなく、試合での振る舞いや姿勢で、郡司は本物ですね。本当に勝負強いし、ちゃんと頭を使って相手投手や捕手の配球を考えて、右に左にセンターへと打ち分けている。少し前はレフト前多かったけど、最近はセンター前が多い。そのうちまたライト前に変えてきそう。すごいバッターだなと感心するばかり。勝たないと意味ないって、去年トレードで来てる選手に言われたらさ、生え抜きの選手たちは奮起しないといかんと思うよ。マルチネスといい、郡司といい、もはやチームリーダーよな。はあ、郡司、ドラゴンズファンです。昨日も捕手で負けたドラゴンズファンです。郡司くん、君の選択は正しかったよ。ガリエルと二人、新庄監督胴上げの輪の中で微笑んでる姿を想像するよ。日ハムでの活躍願ってる、唇を噛みしめながら。新庄監督に、チームは成長したと言わせた筆頭の選手。